この曲ずっと聴けるわ。ゴーストコンベアかホワイトスノー。ホワイトスノーいいな。じゃあゴーストなんちゃらから行こう。あれかな、テレサマリオみたいになるのかな。なんか前レースしたよね、無印の時。テツ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 、照らして進んで、お化けの住処、照らして進んで、でそのルイージマンションみたいな。ん、え、なんかむずそうじゃない、めちゃくちゃ。なし、え、マンゴーみたいな、なしみたいな、なんだ今の。あ、え、なんだ今の、え、うわ、こ、あ、この曲マリオワールドだ。うわ、ルー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 だ。ここからのさっきの眺めすげえ。あ、これテレサ？いやいや、ちょっと落ち着け落ち着け。テレサじゃないな、でも。なんだろうこいつ。でーてーてーてー、この床が動いてんのちょっと不気味だな。まあ、こういう、ね、あの、動くほどはあるけども。東京駅とかに東京駅とかにあるけども、これ飛べばいいんかな。こっちはあのボーナスステージ的なとこだったわ。行こう。え、あ、これ道が、うーわ、むずそう。この曲ってこんなアレンジするとすげえ怖い感じになるんだね。あんまりマリオワールドの時思わなかったけど、すげえ、これあれだ、左右でループしてんだ。はい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 、だからこっちでここ消えるじゃん。え、これまずくね？あれ？ちょ待って、ちょ、まずい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 。だから、これ消え、え？ちょ待って。待って！あー、危ねえ！めちゃくちゃ危ねえ！なるほど、そういうことか。これ、こっちの隅っこまで行ったらどうなるんだろう。気になりつつも次行きます。まあ、超えちゃったもんはしょうがない。で、ここにコインがたくさんあるってなると、腹ペコチコの匂いもしてくる。トゥー、トゥー、トゥー。これちっちゃい子泣くぞ。怖いっつって。え、結構ここトラウマステージになってる人いるんじゃないかな。当時7歳で泣きましたみたいな人。いや、絶対いると思う。これ家が逆さ向きになってんのかな。これなんか逆さの、これマリオ、すごい。こんな怖いとこ行けねえわ。なんだこれ。しかもこいつ何なんだろうね、タコスケのお化け版みたいなやつ。ちょっと口がタコなんだよな。これ踏めんのかな。いや、踏めないよな、きっと。いや、絶対お化けだと思うのよ。あ、階段。え？え、待って、あ、いや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 、焦る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 。なるほど。これ、無理に行こうとしないようにしよう。なんか守ってるね。守ってるけど、こっち先だね、多分。先に進んじゃうから。ここで水星メダルを先取っちゃおう。おっ、あっぶね。で、戻ってフィー。よし。あっぶね、あぶね。スピンすると消えてくれるから、それめっちゃ利用しよう。ん？横すく違うな。あ、出た出た出た。これ何？これ何？これヨッシー向け？あ、ヨッシー向けだ、きっと。なんだろう？何ヨッシーだろうね。え、あ、すげえ！光る！ヨッシーが、光るヨッシーだ。光るヨッシーってレアヨッシーみたいな。すげえ光ってる。あ、開いた開いた開いた。へえ、ヨッシーって光るんだ。不思議。めっちゃ光ってる。これさ、光らなくなったら、この足場もなくなるんかな。え、どっちが正規ルートだろう。これお化けとかは、あ、食えるのかな。やばいやばいやばい。それ気にすんな気にすんな、あんま。急げ急げ。一応ちょっとこの、時間に焦りながら行こう。で、一応コインは回収しながら、この、チッカチッカみたいな音は、めちゃくちゃよく聞こう。チッカ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 。いや、絶対いる。間違いない。これ、右は？こっちは？なんかスターの音聞こえない？うっすら。幻聴？なんかうっすら聞こえるのよ。あ、飲めないか。これ、やばい。焦る焦る。あっぶね、なんか。まずいんかな。いや、コインありすぎなのよ。絶対なんかある。ちょっと待ってね、ゆっくり行かせて。この、チッカ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 のやつ。あ、なななえ、なんだっけなんだっけこれなんだっけこれ。あ、そう、振るんだ振るんだ。そうだそうだそうだ。このチッコチッコはどんぐらい信じればいいんだろう。
あれ、スターの音聞こえてるよね。うっすら。めっちゃ聞こえてるのよ。ん？どこだ？しまった！いや、なんで脱いじゃったん？脱ぐって何？間違えて脱いじゃった。よし。ちょっと、チューしてこようとする。チューしてこようとする。うっかり脱いじゃったら、よし、脱いじゃったら終わるぞ。この本棚の上だな。腹ピコチコいないん？あ、これだこれだこれだ。よし。よしよしよし。いったよっしゃー。あの先なんかあったのかな。まあまあ、ひとまずひとまず。いや、腹ペコチコいそう。いや、綺麗。何度見ても綺麗。いえー。照らして進んで、お化けの住みか。いや、絶対いたと思うな、腹ペコチコ。まあいいか。あ、来たー。いや、その前に下、まず行こう。あ、僕を置いてけぼりにするなんてみんなひどいや。おい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 。ここに来て。何、普通に。すげえ普通にいる。やっとたどり着いたよ。そうだ、兄さん。僕もパワースターを探すことにしたんだ。あ、なんで急に？ピーチのことは、知ってる？ちゃんと。捕まったってこと。ギャラクシーであったら僕に声をかけてよね。宇宙を救うのはこの僕さ。いや、一緒に救えばいいじゃん。全然。え？何してくれるんだろう？何してくれんの？僕もパワースターを探すことにしたんだ。いや、ギャラクシーであったらって言うけど、その辺にいるんかな？何しに来たん？マジで何しに来たん？まあいいや、今後に期待ちょっと。え、ギャラクシーであったらって言われてもな、合うんかな？ 1000 個！うわ！じゃあホワイトスノーギャラクシー行こう。ギャラクシーであったらってことは、こういう面にいるってことだよね、きっと。溶岩池のクッパ雪像。溶岩池？めっちゃ雪ステージだと思ってたんだけどな。あ、すげえ！両立してる！雪とマグマが。芸術。クッパが作ったの。え、あれ壊せとか言われても僕、ちょっと。え、よくない？ここ。あ、ルイージ！どうしたん？へい！兄さん、パワースター探しの調子はどうだい？たまには気分を変えてみないかい？その、さ、ピーチを救うのに気分とか言ってる場合じゃないのよ。え、すげえ！え、ちょっと待って、変更しようじゃん。え、する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 。あ、そんなノリで？え？もう二人で探せばよくね？あ、すげえ、普通に変わった。マジで言ってる？マジか、やったぜ。なんか、能力違ったりするんかな？あ、てれてーちょっと、急なのよ。びっくりする、びっくりする、めちゃくちゃ。あ、これ正解？雪だるま作れって。雪だるま作ろうって。違うかな？まあ、もう先、行っちゃおう。多分こっちでしょう。頼む。お、てかさ、ルイージもチコの能力使えんだ、チコ様の。どうしたん？変な像がいっぱい作られてるぴょん。趣味良くないぴょん。めっちゃ趣味いいじゃん。こんなん街中で見かけたら感動しちゃうよ。すげえってなるよ、全然。クリボーの石像だって。あ、コインだ、やったぜ。いいぞいいぞいいぞ。腹ペコチコのために。ちゃんとルイージもちゃんと腹ペコチコにあげてほしい。あ、コインコインコイン。まあいいわ。ててててて。ここ氷かな、ちゃんと。滑れるんかな。あ、滑れる、滑れる。スイートリプルアクセル。いいな、ここの雰囲気。すげえ好き。今の季節にぴったり。今冬なんですけど。ズンチャッツズンチャッツズンチャッツズンチャッ。てててててててー。ちょっと待って、クッパ雪像。壊すのもったいねえ。頑張って、誰かが作ったのに。うーわ。すげえ。ちょっと傾いても綺麗。ああ、もう悪いことしちゃったわ。まあ、や、ルイージのせいにしよう。ルイージすまん。うわ、すげえ、楽しそう、楽しそう。え、こういうとこさ、お尻から滑んない？普通。え、普通お尻から滑るよ。いいなー、楽しそう。僕もやりたい。これ絶対いるじゃん、腹ペコチコ。いないかな。こういうブロックもちょっとマリオっぽさがあって好き。あ、土管があるね。これ多分崩すんだ。はい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 。なるほど。
ええー、危ねえ危ねえ、コインで回復。よし、なんか土管見えたんよ。あ、あったあったあった。でもその前に、でもその前によ、一通りやっぱ開けてから行こう、こういうのは。てってってんてってんてんてん。こういうところにね、意外と水星メダルが隠れたりするのよ、やっぱり。ナイスナイスナイス。わっほー、ペンペンペン。お、来たな。あ、腹チコいないか、腹ペコチコ。腹ペコチコいなかった。いや、いそうな空気感じてたんだけどな。あ、すごいすごい。そんなバカな。いや、そんなバカな。え、すごいね。へぇ。雪が、便利。便利なのか、なんかすごい、そんなバカななんだけど。あ、びっくりした。うさちゃん。あれれ、見つかっちゃった。いいこと教えるぴょん。雪玉は雪の上で転がすと少し大きくなるぴょん。なるほど。現実と一緒だ。すげえ。え、これすごくない？いや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 、あ、やっべえ、これ。あ、やっべえ。あ、これやばい、これやばい。ちょっと待って。本当にやばいやつ、これ。あぶね、あぶね、あぶね。普通一瞬で水になんのよ。すごいな、この仕組み。あ、あっちなんかある。あぶね、あぶね。いや、絶対。あぶね、回れ、回れ。回れ、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 回れ。あぶね。ちょっと、危なすぎる。ここマジで危ない。慎重に行こう、慎重に。ちょっとカメラの角度が、あ、これでいい、これでいい、これでいい。で、あっち側目指そう。いや、曲は穏やかだけど、めちゃくちゃむずいな。こいつ、本当に気をつけながら行こう。あ、やばい！あー、ごめんよ、ルイージ！くそー！いや、むずい！てか、もうこっから行けばよくね、これ。こう行けばよくね。あ、こう行けばいいじゃん。で、それでこっちから回って、で、あのファイヤー絶対必要じゃん。だから、あ、これもうすごいね。本当にすごい。誰が作ったんだろう、クリボーとかが作ったんかな。こうやって横着するとこういうことになると。はいはいはい、まあ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 、これあちゃちゃってなってる時に少し移動するのがむずい。ほっ、間に合い、あ、全然間に合いそう。ここなんかあるな、絶対。あ、コインだコインだ、やったぜやったぜ。いや、もう急げ急げ急げ、もうコインとかそんなこと言ってる場合じゃねえ。壊せ壊せ壊せ、あと一発か。ナイス、よっしゃ、ナイス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 、よーし。まあ、ちょっと一回やられちゃったけど。あ、決めポーズ。イヤッハー！どんな声出してんだ。イヤッハー！なんか普通に戻ってきたけど、ルーバは何も言わないんかな。あ、ツンツンしてた今。溶岩池のクッパ雪像。いいね、いいね、いいね。あ、なにゴーストって。なに普通にお化け現れてんの。あ、え、なにそれ。え？何？なんか刺さってない？ん？あ、流れ星。あ！いたずら彗星。え？急ないろんな要素が、いたずら彗星が現れたよ。ってことはあんた、あ！彗星メダルを集めたんだね。いや、もうずっと集めてる。メダルを集めると彗星がやってくるんだ。なるほど！そういうことか。いたずら彗星はギャラクシーを別の姿に変えてしまうのさ。ほう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 。いたずら彗星のパワースターも集めてくれと。遅れ。頼んだよ、船長。それ、マリオに言ってる？ルイージに言ってる？いやいやな、船長になりきるな、船長に。あー、違ったか。ちゃんとマリオに言ってくれたんだよね。マリオ FPS 視点。いや、船長はマリオだから、僕の中では。兄さん、僕の活躍見ててくれたかい？また宇宙のどこかで出会ったら僕に任せておくれよ。マリオ FPS 視点。じゃあまたね、兄さん。またね。いや、もう、そのギャラクシーに先回りじゃなくてさ、ちょっと今回行ってくんないみたいな、そういう頼み方はできないかな。ちょっといたずら彗星ってのは見てみよう。え、行ってみる、ここ、クラウドガーデンギャラクシー。彗星が気になる、いたずら彗星が。あ、いたずら彗星出現中。これ初代にもあったな、初代とか無印にも。あ、黒い、う、空中庭園の黒い影。うわ、むずそう。これあれかな、ゴーストのついてくるやつかな。え、めっちゃむずそう。黒い影は、うっ、すげえすげえすげえ。うわ、え、これ急いだ方がいい、なんか急いだ方がいい空気だよね。
あ、現れた、現れた。ちょっと、現れてる、マリオが。ゴーストが。多分これ、マリオが歩いた位置と、全く同じ位置歩いてるはずだから、多分。え、めっちゃ来るじゃん。あ、消えた消えた、よしよし。なるほどね。まあ、こういう感じで、次々と、多分次のところに行っても、やってくるんだ。いいな、この曲。てれて、てれてれて、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 なにこれ。壁キックある、ちゃんとよし。よし、もう来いよ、来いよ。鬼ごっこしたる。負けね。やべ、あぶね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 。急ぎ急ぎ。なんか、数多くない？数多ない？いや、おいおいおい。こっちじゃない。こっちだ。よし。なんか、5人ぐらいね。大家族。あ、ここやったね、そういえば。ちょっと待って。声高っ。やったやった。よし。で、ここ飛んで、よーしゃ。おー、めっちゃ集まった。気持ちいい。これ、危ない危ない危ない。よしよし、危ねえ。あ、まだ来る、まだ来る。急げ、急げ。危な。最後まで油断ならん。ダブルラリアットしてる。怖え。あ、でもいっぱい集まったわ。やったぜ。よしよしよし。あ、こういうのもあるんだね、いたずら彗星。そういえばね、コメントでなんかテクニックを教えてもらったんだよね。スピンしながらジャンプ、幅跳び、プラス、スピンで二段蹴りすることもできますよ。どういうことだろう？ちょっと後でやってみよう。あ！え、めっちゃ彗星現れんじゃん。なるほど。まあ、これはちょっと、常に追っていくってよりは、時々やろう。なるほど。あー、敵倒すときってことか。これむずいね。なるほど。敵倒すときに、これで、こう、むず。こうやってこうやることで、まあ、すぐにスピンを2回当てれるよみたいな話か。なるほど、ありがとうございます。もう一個あって、スピンとヒップを同時でやるとホーミングヒップになります。こういうことか。あ、こういうことか。はい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 。これホーミングヒップになるんだ。へえ、ありがとうございます。これがホーミングしてんだね。へえ。ありがとうございます。じゃあ呼んじゃうか。そろそろね。呼んじゃおう呼んじゃおう。もうもっとドアップにしたい。もう最大、今から最大限にドアップにします。ど、もう。ど。これでもう30分耐久みたいな動画作ってもいいけどね。今何個？そもそも。あ、922個。あ、全然、全然。全然足りるってほどでもない。結構カツカツだな。やばい。残りに約200個しかない。マジか。ちょっと、ほんと味わって食べてね。ちょっと、そろそろ。まあ、ずっと味わって食べてくれてるだろうけど。持ってる持ってる。いやー、すげえ食うな。いや、でもワクワクしてるから。あげちゃおうあげちゃおう。なんかもう、そんな食えんだね。うわ、でかっ！張り切っていってみよう。へっ、ちー！今回何系？すーげー食ったな。1000個て。あ、楽しそう。あ、交互に変わる系だ。うわ、これ絶対楽しい。やべえ、あと200個しかねえ。そっちが不安になってきた。あ、見えてる。クッパジュニアだ、今度は。チカチカブロックギャラクシー。あ、なるほど。で、ここ土管に入ってこっち行けんだな。なるほど、そういうギミックか。チカチカブロック。時間かな。てってって、ドゥンみたいな。あ、ピッピッピのシルバースター。ピッピッピッ。うーわ、むずそう。絶対水星メダル取る。ピッピッピッ、ダシン。このギミックちょいちょいあるよね。3D ワールドとかにも。あ、てってってって。あ、曲に合わせよう。ペッペッペッ。あ、音ゲーじゃん、実質。なるほど。てってって。あ、僕絶対得意、これ。いや、この曲に合わせてやってくれんのがすげえいい。超好きだわ。ピッピッピッ、ダシン。ツンツンツン、ピッピッピッ、ザシッツン。おお、なんでやねん。ピッピッピッ、ザシッツンツンツン。はい。あ、敵もさ、タコスケも出たり消えたりするんだ。この音に合わせて。なるほどね。ザシトン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 、ピッピッピッ、ザシ。で、この間タコスケは消えるから、ザシ。はい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 。ピッ
ピッピッザシュ、はい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 、ピッピッピッザシュ、あもう完璧完璧完璧、もう全然もっとむずくてもいい、ザシュトン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 、ピッピッピッザシュ、はいはいはい、ハン、ピッピッピッ、あでシルバースターってのはこっからか、あるねあるね、ピッピッピッザシュ、はいはい、トントン、ピッピッピッザシュ、はいはい、まずちょっと集めさせて、ピッピッピッザシュ、はいはいはい、トン、ピッピッピッ、はい、タンタカタン、ピッピッピッ、なんかチコの声聞こえるな、ピッピッピッザシュ、よし、ピッピッ、僕結構音ゲーは得意なんだけど、こういうの音ゲーすげえ苦手な人とかがやったらめっちゃずれるみたいな感じになるのかな、これクリアかな、いやもっともっとむず、全然もっと難しくていいのよ、全然欲しがっちゃうわ、あしかも終わるんだ、なるほどね、よっしゃ、いやもうこれのなんかグレードアップ版欲しい、ピッピッピッザシュ、いやでもおもろいな、このギミック好きなんだよな、すげえ、どんどん集まる。水星メダルもスターも。え？あ、ほんとに水星めちゃくちゃじゃん。めちゃくちゃあるじゃん。めちゃくちゃじゃんって言うと。あ、どうしたん？手紙？マリオさん、お手紙が届いてますよ。お、え、待って、挑戦状、レースレース、ジャングルグライダーギャラクシーで、みんなでレースだぜ！逃げんな、逃げんな、オラオラ！ピーちゃんより。僕かな？僕実家でピーちゃんって呼ばれてるからね、実質自分との戦いみたいな、ピーちゃんオラオラしてんな、こっちのピーちゃんは、ピーちゃん、ピーちゃんどこだっけ、ピーちゃんもっと前か、ピーちゃん、あピーちゃん、あともう操作方法若干忘れてるっていう、レースレース、みんなでレース、みんなっちゅうのはそんなにみんな、本当にみんな、うーわ、結構みんなだ。一人だけ種類違いすぎん、このシャイバード。ねえ。ちょっと待ってね。え、シャイ、やろう。いや、全然やるけど。なんで、一人だけマジで違うんだろう。やんのか、やんのか、いやいや、誘ってきたのそっちよ。お、君が、首謀者かね。どうだどうだ。やるなら相手だ。チームのヘッドの名にかけて。レースレース、負ける気しねえ。レースやらない。やるやらないでいいだろ。いいだろ。いや、もうもちろんレース。バトルバトル。舐めてかかんな。オラオラ。オラついてんな。いや、そんなオラついて、先頭走らせてもらっちゃっていいんすか？そんなオラついててさ、負けた時、悔しくなるよ。早いな、結構。3位。やべ。結構早い。これ、待って。結構、思った以上に早くて焦ってる。え、待って、早すぎん。このゲーム、ダッシュっていう概念あるっけ？この、フフフで行くしかないよね。あとは、ルートだな？合ってんのかな？これ、多分、下行った方がいいな。これが最速なんじゃない？なんとなく。え、全然4位。嘘。この、多分、急降下のこの、ヤッフー状態がすげえスピード出るから、これ使っていこう。めっちゃ速い。ただ、これあんま下行きすぎると、やられちゃうから。あの黒早い！あぶね！クソ、首謀者め！頑張れ！勝ってくれ！しゃいば！うわぁ！なに？クソ、しまった！しまった！それは、ロス。まずい。首謀者追え！はーやぁ！嘘！え、めっちゃ早いじゃん！嘘！いや、もう終わったよ、マリオ。うわ、負けた！ちんたらちんたら、舐めてんのか？あんた全然だ。まだまだ。わ、命を奪わなくても、そんな。え、負けね。いや、しかも強制かい。死ぬまでやりましょう、みたいな。酷だな。結構酷じゃない？この鳥たち。可愛い顔して。多分ダメージ食らったのが良くなかったね。結構攻めすぎちゃったな。ここはインコースで、結構キワキワ攻めたつもりよ。あ、今んとこ右行った方がいいんだな、きっと。で、ここで、一気にスピード出して、
やっぱこのスピード出すのめっちゃ重要だわ、多分。で、あんまりふわっと上に浮かないようにする。あ、いいね、いいね、いいね。めっちゃいい、めっちゃいい。今んとこめっちゃいい。あの黒、早くない？あの黒。黒ちゃん。黒ピーちゃん。あ、1位だ。よし、いいぞ。あ、これ勝てる。で、ここでダメージくる。ここ狭いんよ、狭いんよ、ここ。そこで食らっちゃダメだ。まだ、でもまだいける、まだいける、まだいける。全然まだいける。よし、いいぞ、いいぞ。いいぞ、めっちゃ早い。あそこで食らっちゃったけど早い。うまい、めっちゃうまい。やったー、勝ったー。ぶつかっちゃったけど意外といけるもんだな。どうよ、半端ねえ。負けたからにはチームのヘッド引退だぜ。いや、そんないいのに。全然。新しいヘッドはあんたしかいねえ。いや、普段いないよ。あの、シャイバードのことも気にかけてあげてほしい。こいつはヘッドのソウルだ。頼む頼む。これ預かってくれ。もちろんもちろん。かわいい。ありがとう。というか、シャイバードありがとう。話すことないん。本当にシャイだな。トップトップ。ヘッドヘッド、悪い気しねえ。めっちゃ悪い気しない。もうここで暮らそうぜ、もう。めっちゃいい気するわ。ちょっとみんな見とけ、みんな。これがね、マリおじさんのアクロバティックキャッチを。はい！どうよ！もうちょっとチヤホヤして。うわぁ、なんかみんなチヤホヤしてくれてるように見える。順調順調順調。あ！出口が違う。出口っちゅうか。レースレース、みんなでレース。お、ギャラクシーコンプリート。ん？あ、めっちゃ水星じゃん。どっかで水星会みたいなやりたいね。ん？あんた、うるさい鳥を連れてきたね。もしかして来たの？来たー！ピーちゃん来たー！あれはピーちゃんだね。ちょっと黙らしておいておくれ。ヘッドの言うことは何でも聞いてくれるから。お、いるねー。どうしたん？覚えて覚えて！早く飛ぶコツ。でも勝ったよ、もう。ああ、急降下ね。ってことはこれまだあるな。あるね、きっと。で、こっちはやったけど、こっちやってないんだよな。玉ころ、玉ころ？これもしかして。いや、これは、もしかするぞ。玉ころプラネットギャラクシー。玉のり、じゃない？押し出せシルバーワンは違うかもしれない。もしかしたら。もしかしたら違うかもしれない。あ、やった！玉乗りだ！うわ、これやりたかった！シルバーワンワン。なんか埋まってない？シルバーワンワン。うわ、やったぜ！これやりたかった！あったんだよな。あの、無印の方にも。これ乗るんだよね。ヘイヘイヘイ、この玉ころに乗るなら、あ、来た！この看板様の話を聞きな。看板久しぶりじゃん。じゃあまずジャンプして玉ころ乗ってみろ。はい。看板様。なんかこの玉でかくなった？あ、ウィーリモコンをまっすぐ立ててみろ。はい。あ、こうね。はいはい。あ、こうだったか。これが基本姿勢だ。その基本姿勢から傾けると移動ができるぞと。はい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 。スーパーボールみたいで好き。あとは A でジャンプね。OK。よし、進んでみよう。てってれれ、看板ありがとう。え？看板。え？看板。あ、よかったよかったよかった。これ、そうなんだ。曲が早くなんだよね、確か。てれてれてっ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 て。よし。入るよ、入るよ、入るよ。これもちゃんと集めていきたい。え、どこ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 。それ？その鉛筆が。鉛筆刺さってる、これ。あ、筆が刺さってんだ。へぇー。あ、でも落ちる心配ないなぁ、あんま。ちょっと、これ道なりになってそうだから。え、どこ行けんだ？ちょっと待って、この辺通って、まあ、ざっくりでいいわ。あ、鍵だ、鍵だ、鍵だ、ちょっと待って、ちょっと待って。で、鍵取って、あ、で、そこが開いて発射できんのね。なるほど、なるほど。え、もう楽勝、楽勝。これでタイム競えとか言わない限り、全然楽勝。てっ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 て、てれれれれって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 れれー。やっほー！え、すげー。あ、これあれだ。絵の具っちゅうか。だから筆なのか。なるほど、なるほど。カラーパレットみたいなね。あの、
右奥にも、言葉が出ねえ。あの、インク入ってるやつ。ねえ、あの、図工とかで使うやつ。あるし。なるほど、そういうモチーフなんだな。いや、まあ、1アップもそれはもちろん取ってくでしょう。これ、クリボ多分踏めるな。あ、なんだなんだ。あ、エレベーターだ。エレベーター。ちょっと待って、ちょっと待って。え、あんなもん取れんくない？どうやって取るんだろう。え、うわ、これむずいぞ。うまく全部押して、で、道が出るんじゃない？よし。いや、結構細い。あ、でも、よし、落ちないようになってくれてるわ。よし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 。あ、これシールだ、シール。なんちゃらシールだ、多分。なんちゃらテープかな、どっちかというと。で、入って、おー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 、むずそうだな、次。いや、待って、セーブセーブ、さすがにセーブ。ちょっとそこ切らないで、マジで。そこ、あれ、あれだけは急いで取ろう。よし、水星メダルゲット。うわあびっくりした焦るわ。それは焦る。ちょっと、なんかさ、切ってきやがるのよ。切ってきやがるから、若干急ぎ目で行った方がいい気がする。いや、切るな、切るな、木を切るな。どういう意志で木を切ってんの？あ、これもう急いで行った方がいいな。あんまり、この、あ、いいね。あ、なるほど。この間でも、ポインターは効くのね。はい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 。あ、出たな、シルバーワンワン。噂の、目が怖え、シルバーワンワンの。なんだ、すごい。なん、絶妙な対決が始まってる。押し出せ。このレゴブロックみたいな上で。よし。これあれだね、マリオパーティーみたい。玉乗りコロコロみたいな。おー、よっしゃ、開いた。で、ここ、一応取るだけ取って、よし、行こう。危ねえ危なすぎた。めちゃくちゃ危なかった。よかった。死ぬかと思った。マリオの気持ちになっちゃった一瞬。なんでそんな丁寧にいかないの？みたいな。あ、いいね。てるる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 。よーし！いいね。玉乗りやりたかったのよ。そうなるとサーフィンとかもやりたくなる。てれれれ、てれー。お、30個目だ。え、サクサク。ん？あ、どうしたん？え、チコ、チコ様。あ、チコさん宛ての手紙が届きました。へぇー。あ、あ！迷子のチコへ。あなたはまだ小さいので、他の星の民も心配しています。もしこの手紙が届いているのなら、同封したものを役立ててください。星の恵みがあらんこと。これロゼッタでしょう。さっきの声。ふふふふふみたいな。同封、なになになに？あ、スターピース50個ありがとう。あ、早くこの手紙の主さんに会えるといいですね。え、出てくるんかな、やっぱ。ありがとう。多分ロゼッタ。ここもでもパーフェクトじゃないね、まだ。何があるんだろう。水星かな。こう考えると水星ある星とない星があるんだね、きっとね。もうパーフェクト取ってる場所もあるもんね。てるれん。このワールドさんの BGM 一生聞いてたい。寝る時とかに聞きたい。クッパジュニアの戦艦の港。港？ほほう。食べてかわして、巨大ロボット。食べてかわして。よしだ、絶対。え？うわ、モグラ。あ、ヨッシーだ、ヨッシーだ。食べてかわして、巨大ロボット。え、ヨッシー、ロボットくん、巨大ロボット。うわ、すげえ、景色いい。地球みたい。いいね、ここ。曲はなんか、やっぱクッパステージって感じするけど。よしよし、行くぞ。ヨッシー対クッパ。なになに？これ。すげえ！へえ！なるほどね。これ、使ってくんだ。あっぶね。なるほど。じゃ、このさ、ビリビリ食ったらどうなんの？あ、なるほど。スターピースになるのか。はいはい。じゃ、食っ、当たってないやんけ、絶対。え、今の当たった？まあ、当たったんでしょう、きっと。ちょっと、コイン回収したい。ペン！うわ、怖っ！いや、でも、いや、あそこのスターピースとかをやっぱ積極的にね、回収したいよね。
いやこれね、奥の方を見てて手前見てなくてぶつかるって絶対ある。それ以前のお話。マジでキラーには気をつけよう。これ食える？あ、これは食えないのね。はい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 。オッケー。もうすぐにさ、キラーは全部食うぐらいの気持ちでいこう。あんまり、チンタラしてると。これジャンプで、こっち来るんか、なるほど。うわー、爆発しないんかい、それ。嘘嘘。よし、よし、ちゃん。よし。いいぞいいぞ。よし、ナイスナイスナイス。ちょっと焦るな焦るな焦るな。本当に焦るな。奥の、いいよ、それは想定外。いや、今動かすつもりなかった。まあ、今、動いたもんはしょうがない。奥のあれをね、狙いたかった。なるほど。これからは、なになに、トゥルルルルンは何？何のトゥルルルン？これ、間に合い。よし。ちょっともらいますよ。ちょっともらいますよ。よし。奥まで行くぞ。やべ、ブラックホールが見えてる。あっちに行く前に、怖え、行き先がブラックホールってめっちゃ怖え。よし。で、打って、いや、この像いいね。うわ、びっくりしたーびっくりした急に来るのやめてもらっていいですね。ハンマーブロス。めっちゃ急に来るじゃんね。事故よ、半分。なるほど、こっちで回収してこれにぶつけんのか。はい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 。このギミックも楽しいなぁ。なに？え？なになに？なに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 ？なになに？いや、急、乗れって？いや、急すぎる、急すぎる。あ、向こう行けって。いや、ちょ、急急急、話が急。ハンマーブロス。あ、水星スター。ハンマーブロスより水星スターだわ、全然。てれ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 ん、もう。しまった！ちょ、早く、ちょっと。いや、これ、無理だろ。絶対無理。おつけおつけ。どうすりゃいい？あ、来た来た、何回も来んのね。やばい！まずい。よし、落ち着いて。いい、何回でも来るから。何度でも何度でもだから。よし、来た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 。いや、もう落ち着けばいいのよ、落ち着けば。一回で行こうと。ちょっと、まずまずまず、ちょっと。よし、まずい。よし、頼む。いや、これむずい！普通にむずい！あぶねえ。よし、ナイスナイスナイス。どうする？いや、このまま行こう。勝負、クッパジュニア。いや、でも巨大ロボットっつってるからな。また召喚するのか？めっちゃ楽しそう。しつこいやつだな。こうなったら、僕がコップじゃない。僕がコックピットからロボットを操縦だ。グランドスターが欲しいなら力ずくで奪ってみろ。お、やるか？え？ん？うわ！あ、すげえ！いいじゃん！うわぁ！ちょっとかわいい。これクッパジュニアが作ってもらったって考えるとめっちゃかわいい。これさ、待って、ちょ、あ、やっべ！あ、これまずい。ちょっと待って、よし。ちょっと待って、ほんとに、待って。一回さ、コイン欲しい、コイン。これ何に使うの？これ。え、これ何に使う？なるほど、遠い面に行けるのね。はいはいはい。で、背中のこれぶつけるんだ。わかった、理解した。倒し方は理解した。はい、くれ！なーに、ちくしょう！こっち一気に振り返ってくんのね。オッケー。これ倒し方は分かった。あとは、どんだけスマートにいけるか。はい。よし。発射！よーし！まず一発！もうこのまま二発いけんじゃね？あー、無理か。さすがに無理か。クッパジュニア、コインくれない？コイン。一枚でいいから。いや、2枚欲しい。正直言うとめっちゃ2枚欲しい。よし、くれ！よし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 、いいぞ。あれ、これもう一発撃っちゃったら中に入っちゃうんじゃないの？で、こっち向いた瞬間に向こう行って、いやいや、結構迫力がすげえ。しまったー。待って、これお腹の方にもあんじゃん、よくよく見たら。じゃあこの辺もさ、こうやって行った方がいいんかな。あ、こうやって行った方がいいね。じゃあお腹の方も発射していこう。よし、来い。あ、で、コインもあったんだな。なるほど。この黄色の部分がたまになくなるね。でかいキラーが来ると。正面からやってしまうか？いいぞいいぞ。あ、くそ、あの手が邪魔よ。くそー。
たまに守ってくるんだな。いいぞ、発射。ナイス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 。これさ、空いてるところ撃つとどうなるんだろう。まあ、いいや、こっち撃っちゃおう。はい、ナイス。よし、で、あとは残り後ろってことか。なるほどなるほど。オッケー、もういける。くそ、あそこのコインに気づいてりゃ食らえ。よし、やったか、やったやった。お、出てきたな。しかもスターピース持ってる。あ、で、クッパジニア本体狙うんだ。なるほど。え、狙いずれ。こっちからこっちから、こっちから、絶対こっちからだ。いや、違うな。あ、こっちからだ。ん、どうやって狙うんだ。え、狙うのむずくない。あ、攻撃した時だ、わかった。作って、で、このくそ。いや、まずい。嘘、落ちた。マジかよ、くちくしょう。いいぞいいぞいいぞ、こっから本気モードね。本気モードというか、お、怒りモードというか、やるか。で、こっから多分これ食って、これ一回発射するか。もういいや、これこっち食おう。で、今チャンスチャンスチャンス。うわ、くそ。なるほど、発射のタイミングで、なるほど、この時に撃つんだ。わかったわかったわかった。一発ステイので、ドスンドスン。よし、いいぞ。あ、なに、うっそ、マジか。まずいまずいまずい。まあ、とりあえず一発で、あそこのコイン欲しいな。ドンドン、いけ。ナイス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 。お、勝ったか。やったやった。あー、に逃げた。よっしゃー。いや、ちょっと結構苦戦しちゃったけど、もうちょっとなんかヨッシー操作慣れたいな。よっしゃー。うわ、気持ちいい取り方。これ何個目だっけ。3つ目か。あ、よしよし、もう一緒に。よよ、飛んできたね。やったぜー。次がどんなコースかワクワクすぎる。わあ、ワルドさんよかったな。次どんなとこなんだろう。ホワイトホールっぽかったよね、ちょっと。31個目。おお、よくやった。3つ目のグランドスターだね。時空を超える準備はできたよ。あいつはまだまだ先にいるさね。あ、急になまったね、いるさね。さあ、次のワールドに進もうじゃないか、船長。行こう。いや、これ何度見てもいい。でも4つ目か。スターは30個。パー！どんどん難しくなるんだろうな。あ、待って、今のそのブロックのコースいい。あ、しかも一発目にできんじゃん。しかも一発目に腹ペコチコいる。絶対足りない。スターピース、結構遠くまで来たね。ここまで来れたのもあんたの力だよ。ここからもよろしく頼んだよ、船長。うわ、綺麗。すげえ、待って、このコース気になりすぎる。でっかでっか。うわ、すげえ、でかいコースだ。ワールド4だから？マリオ3ではね、あの、ワールド4が、大きいアイランドだったけど。大きいアイランド。敵が大きいステージだったけど。何個必要？ 1200 て。ちょっと待って、ワールド5の様子も見たい。うわ、紫だ。うわ、ちょっと、ワールド6もチラッと見える。ちょっとチコまた今度な。ちょっとでっかでっか行ってくる。なんかマリオ6用のチビデカアイランド的な感じなのか、もう完全に敵がでかいのか。どっちだろう。大きな花ちゃん、守るスター。標語にしたい。大きな花ちゃん、守るスター。でかっ！うーわ。うわ、なんかすごい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 。なんで怒ってるん、その花ちゃんは。うわ！え、待って、チコもでかくない？チコでかっ！あ、トゥン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 。ルイージすまん、マリオで行く。でっけえ！ここ！いろいろでっかいです！文字もでかい！
マリオたちが小さいんじゃないの、もしかしたら。もう一回話していい？かっか！いらい！すげえでかい。コインもでかい。あれ100枚分ぐらいあっていいんじゃない？うわ、すげえ飛ばせる飛ばせる。なるほど、こういうのは別に大きくないんだな。はい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 。ま、これ何枚分？壁かーい！でかすぎて壁。なんか、すごいな。埋まってるし、土管の中。なんか育てられそう。パックンってそうやって出てくんだ。へぇー。あ、そうなってんだ。いや、違うだろ。僕のイメージちょっと違うけどな、パックンの出方。なんか空洞だと思ってたけど、中は。そんな感じなん。あ、しかもこれなんか壁キックすんだ。はい、へぇー。なるほどね。新しいな。走れって書いてある。走れ言うても。あ、幅跳びかな？はいはいはい。大丈夫、幅跳びは。オッケー。待って、これ、看板。ああ、もう喋ってくれるタイプの看板ね。向こうにも看板あるけど、よくできましたとか言ってくれるのかな？あ、いいジャンプだ。ありがとう。どうす、ちょ、でかすぎて怖い。いや、こう、なんか、みたいな声聞きたい。ドッスンの、このサイズの。ただでさえ結構低い声なのに、このドッスン。よし、しまったしまった。ちょ、危ね。ちょっと待ってね、慎重に逃がして。チャンス。いや、そこで、掴まれると、危ねえ、これ上登りてえ。やっぱ好奇心っていうのはね、勝つのよ。上行ったらどうなるのかなっていう。あと奥のさ、ノコノコゾーン。一生回り続けるノコノコゾーン。あそこも気になるね。これ降りていいんかな？よしよしよし、いいぞ。あ、届かん。あぶね。よし。いけ。あ、で、この一周回り続けるノコノコゾーンね。ここでさ、ノコノコ踏んで転がしたらもう、無限じゃん。あ、だからドリルで、あれすんのか。ちょっと待って。よし。頑張れ頑張れ。いや、マジかよ。早い。ノコノコのくせに足が速い。これタイミング掴んで後ろから刺すんだろうけど、むずくない？結構むずいね。こんぐらいか？よし、いいぞ。ナイスナイスって転がして、転がせないんかい。よし、こんぐらい。ちょっと先読みで。ナイスナイスナイス。転がしてよ、このノコノコ。無限に回り続けるノコノコにしたい。よし、やったか？ナイス。いいねー。パラパラン、パラパパラパパラパラン。うーわ、あ、すげえ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 。うわ、今の全部集めれたら気持ちいいだろうな。チコでかいのよ。チコじゃないのよ、もはや。腰なのよ、でかさが。ふふん、でっかいやつにも、スピンです。チコのイメージが崩れそう。こんな声出してると。待って、踏みたい。うわー、踏めんか。輝いてるね、チコ。チコってだって星の子でチコでしょ？まあ、でかい星の子もいるか。場所によっては。で、星の子だからってちっちゃいとは限んないからね。どうする？腹ペコチコいて。腹ペコチコもめっちゃでかいみたいな。いそう、ちょっと。よし。これで、ほっ。全部で何枚？ナイス！よし。いや、いそうだな。100コイン欲しいです、みたいな。ちょっといそう。やられないように行きたい。パンパンパンパランパラン、パランパパラパパン。パラッパラッパパン。これ、いや、倒せないんかい。ちょっとポヨンって跳ねる。うっ、待って、コイン。いや、コインちょっと欲しか、うわ、それはひどいわ。マジけ。テレテレテレテマリオ。テレテレンテンテンテレン。テレテレンテン。ここ怖そう。パラッパ。テプレッパララッパララッパッパッパラッ。ペレレレペペレレ。よし、ナイス。これ、どっち方向？そっちなんかい。どこそれ。もう一発。あ、なんかある。あー。しまった。来ちゃったもんはしょうがない。振っちゃった。つい。衝動的に。でも一応、水星メダルもう集めてるよね。これが首回るな。花ちゃん。ちょっと、通りますよ。花ちゃんの後ろつけていこう。これも一気に飛んでけんかな。飛んでいくぞ。幅跳びで足りるか？足りなさそうだな。よかった、道なりに行っといて。ここ足りそうじゃね？なんか幅跳びで。奥怖っ。
や、落ち着け落ち着け、花ちゃん。すげえ怒ってる。僕このペースでいける？ちょっとこの花ちゃん踏んでみたりしたい。踏んでみていい？やべ。うわ、やっちゃった。やっちゃった。やべ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 。急げ急げ。急げ急げ。いけいけ。あぶね、あぶね、あぶね。もう余計なことしないでしょ。何何？あ、ちょっと、急に。急にせかさないで。急に。よし。もういや、いっちゃいっちゃいっちゃ。よし。いいぞいいぞいいぞ。スターはでかくないんだね。スターもでかくてグランドスターみたいな、そういう話じゃないか。よっしゃ。いいな、でっかでっか。うわ、ここも綺麗ね。でっかでっか。呼びたくなるわ。でっかでっか、大きな花ちゃん守るスター。ん？お、二つ出た。なんだろうあれ。ドリルかな？上はなんか、水のステージっぽいね。あ、蜂だあれ、蜂。え？あ、水星って、ボスステージも出るんだ。なるほど。ちょっともう一ステージぐらい行きたいな。でっか、なにこれ、表ウランド。こっちは？ハニービービレッジギャラクシー、女王蜂だ！ちょっとハニービービレッジギャラクシー行こう。名前かっこよすぎん。ハニービービレッジギャラクシー。ミツバチ村のシルバースターめっちゃ噛んだ。ミツバチ村のシルバースターね。はい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 。なるほど。なんか前はさ、その女王蜂の上に乗ってとかしたけど、結構でかい。なるほど。ハニービービレッジってのがそうか。ミツバチ村ってことか。なるほど。ここは我々ミツバチの村。女王様が村を治めているのでありますと。赤と、うっせえ。いいだろ、全然。赤と青の服、ダサいであります。いいだろ、個人の趣味を。これ登るぞ。ブーン。いや、もう、正直、この蜂の操作は慣れてる。正直もうめっちゃ慣れてる。あ、すげえ、質感もなんか、初代と違う。まあ、初代やったのがスイッチでやってるから、全然参考にならないんだけど。あれ、こんな移動早かったっけか。蜂って、壁、捕まってる時、どうだったかな。ブーン。いや、もう正直この壁に張り付くのとかはもう慣れて、めちゃくちゃ。もうなんなら一回も落ちずに行こう。そういう気持ちで行こう。あ、出たな、あの花。食べてくるんだよな。あ、でもちょっと一回も落ちずに行ってたけど、これちょっと欲しい。そういうのはね、あと土管にも入りてえし、なんか。ちょっとこの土管入ってみよう。ペンペンペン、お、来たね。いや、なんなら僕も、スターピースのが欲しいわ。なんなら。プルルルルル。お、スターピース。あ、でも1個か。なるほど。スターピースたくさんみたいな欲しい。よし。で、これ多分あそこの、ここに一回張り、乗って、こうだな。なんだ、この人何してんだろう。まあいいわ。で、これあれで花で飛ぶんだ、絶対。で、よいしょー。いいね、いいね、いいね。気持ちいい。ほっ。ゆっふぃー。で、こいつ何者よ。怖え、怖え、怖え、怖え。マジでぶつかんないでしょ。いいね。で、なんか、そう、蜂は水に弱いから、そこで気をつけながら、ほっ。届く？ナイス。あ、僕一回当たっていいわ。いや、ダメなんかい。あ、なるほど、そういうことね。はい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 。ほっ。よし、ナイス。内側ナイス。で、当たったらすぐ振ろう。コントローラーを。いいな、こういう水見てみたいわ。すげえ、床の水はけがめちゃくちゃいい、みたいな感じになっちゃってる。お、どうしたん？ビビ！これはふわふわそう。リモコンを振ってふわふわ。A を押すと消えてしまうので注意であります。わかった。ふわふわそう。これで、あ、いいね、いいね、いいね。で、なんか3回ぐらいスピンできるんだっけ？ほっ。全部割りたい。ナイス。もうなんならもうどこまでも行こう。いや、でも中間欲しい。降りよう。よし。で、どう行こうね。あ、あれ欲しいね。ナイス。で、シルバースターだ、こっから。危ない危ない危ない。
これあれだな、マリオ食う花じゃないな。こっちから取るか。あの多分これ左右に1個ずつあるんでしょう。左右に1個ずつか、左右にそれぞれあるんでしょう。で、キャッチ C の、あ、上にもある？じゃ、上行こう。で、うわ、この上ありそう。あ、ない。嘘。待って、でも女王様会いたいよ、一回。一回会いたい、全部集める前に。この上は？え、でも最後上行きそうだもんな。まあ、いや、ちょっと一回行ってみていい？上の方まで。このボリーの、ほっ。水星スターは？ところで。あら、どちらさん？どなたでもいいけど、ちょっと頼みがあるの、何ですか？来たー！背中のあたりがムズムズするの。マリオお得意のね。マリオ得意だからな、この女王様に、女王様の背中のムズムズを解消するのが。どうしたんです？見ますよ。あー、これですね、犯人は。どうなんか今、喋ってなかった？ナイスみたいな。ちょっと一瞬過ぎて分かんなかった。どうです？くすぐった、喜んでる。なるほどね。で、これで一つ回収できたから、残りちょっと探そっか。あった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 。うわ、そう、ダイレクト取りたい。よし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 。意地でも取ってやるという思い。で、残り二つどこだろうね。あ、寝てる。かわいい。見回りの結果、シルバースターはないでありまず。ほんとか？あるぞ、そこ。そこあるぞ、普通に。で、ここで4、あぶね、死ぬかと思った。もう一個は？いや、やめろって。うーわ、それはひどいてー。そうか、ここ取ってなかったね、ここ。ここをまずじゃあ取って、なんかルートみたいなのあるんだな、一応。で、これさ、もしかしたら、あれかな？水星メダル取ってないことになってるかな？あ、取ってないわ。で、ここにアリーノ。で、この後マジで注意。で、今3つでしょ？あれ、これ2個もうゲットできんじゃね？もう取ったよね、さっき。で、ここが4個目で、ゆっほいー！あ、どうもどうも、マリオでーす。ムズムズを解消しに来ました。どうもどうも。あ、どこにできる？そこか。すごい。女王様。やっぱ輝いて見えますね。今日も。よしよし、ゲットゲットゲット。よかった。今作でも女王様のムズムズを解消できてよかった。よっしゃ、ゲット！久しぶりだったなぁ。32個目？あ！出た、コレクション。ルーバのコレクションルーム。これ何なんだろうね。あ、33個目か。結構取ったな。あ、何そのワンワンのステージ。え？あ！来たー！でっかでっかギャラクシー。水星メダルのやつ。ん？縞模様のキノコか。あんた、本当に変なものを集めてくるね。これ、ルーバのコレクションじゃないんかな？マリオのコレクションなのかな？どっちかというと。それか、実はルーバが気に入ってるか。これ、ヨッシーだけが踏んだらどうなるんだろう。ヨッシーだけで。あ、へぇ、踏めないんだ。なるほど。ついでに、みたいな。ちょっと、名前だけ見たい。スカイビーチ、わ、めっちゃいいじゃん、絶対。ワンワンファクトリー、ワンワン作るんだな。じゃ、次は表ウランドから行こう。あれ？てか、行けそうじゃね？この地区。まださすがに無理か。